はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15やっていこう。お前はなぜ前回オルティシエにいたのに、またこの地方にいるのかというと、動画外でやっていたことをいくつか説明しよう。まず、首脳会談が行われるオルティシエのそのリウェイホテルに行ったら、ゲンティアナがまたいて、で、そこにいた犬なんだっけ、アングラだっけ、アンブラだ。アンブラをね、呼ぶことによって過去のルシスへ行くみたいな、その過去っていう意味がちょっとよく分かんないんだけど、まあ、結局はその犬を呼ぶことによってまたこのマップ自由に行き来できて、でこう見るとオルティシエって13キロ先だからそんなに遠くもなくて、でまあこっち帰ってきてまたクエストがいくらかあったのでこなしたりして、なんかシドニーが地震起きてるから調査してみてっていうサブクエストが発生したりな感じで、そうだ、またマップのね、端っこの方のここ前遺跡あったところだけど、こっちのねクエストをやってたら奥に墓所があって、また新しいなんか手裏剣みたいな武器を手に入れたんだけど、まあオルティシエの方もねある程度探索はしたんで、そんじゃこんなところでメインクエスト続けていこう。首脳会談ね、オルティシエに戻るか。アンブラ呼んで、そして現在に戻るっていうのを選ぶと、はい、戻ってきたオルティシエで、ここがリウェイホテルと、まあねこんな感じで行き来できるんだけど、船でこの地方来るとき、あのタルコットと、どうする、首相のとこに行くの。ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。もうここで首相官邸に迎えるんだけど、まあだから感動的な感じでタルコットたちに必ず帰ってきてくださいねって見送られてここにやってきたのに、それで戻ることができて再びあのルシスの地に、そしてまた彼らに会ったら、ああお帰りみたいな感じでさらっと言われてね、まあそういうことなんです。まあそういうのはよしとして、でこのリウェイホテルね、窓口が2つあるんだけど、いらっしゃいませ、お休みになりますか。500ギルの部屋と、かしこまりました。でこっちがね、こっちがちょっと、いらっしゃいませ、ご宿泊ですか。3万ギルでロイヤルスイートに泊まれるっていうね、高いけど経験値がね3倍になるっていうね、美味しいところ。かしこまりました。お金がなくなっちゃうわ。で、あ、ここじゃないな、首相官邸だから、あっちか。いや、夜もね美しいねこの街は。じゃ向こうの方に行こう。さあここだ。あ、ここエレメントがなぜかある。動画外でね、とあるダンジョンを見つけて、そこをね、挑んだらね、とてつもない辛口ダンジョンで、ひどい目にあってきたんだけど、おまけに、墓所があるかなと思ったら、そこ墓所なかったし、で、ここだ。見張りいるけど、通してもらえる？町には戻れません。オッケー。官邸に入れて。ん？あれ？アコールド。水の都と称される景観の美しい島国。ああ、早い。
よく来てくれたわね。アコルドの首相カメリアとの交渉を開始します。交渉か、下国交渉術を駆使する。どうも。早速だけど、突然探りを入れるとかある。ウィスカムとの関係を聞いてみよう。ウィスカムはあんたの恋人か？どうでもいいところが気になるのね。雑談したくて呼んだんじゃないの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。会わせてもらう。ここに連れてきてくれ。気が早いわね。少しは話を聞きなさい。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水陣を起こして何をするの？正直に言った方がいいのかな。はくらかしてもな。これだ。ケージの準備だ。俺が水神の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が旅に行ってたってなんだ。ジョーク、力をくれた。巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。確かにこんな景観のいい町でやられたら大変だ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。詳細を聞く。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。おお、断る。断ったらもうどうしようもない。町の防衛を提案する。防衛するのはどうだい？避難はいいとして、町への被害は？お気遣い感謝する。そっちは容認するつもりよ。人を守ってもらえればいい。それが最低限の条件。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。驚いてみる。帝国軍も何とかするよ。それは俺に帝国と戦えってことか？一言で言えばそうね。逆に言うなら、そんな騒ぎの中動けるような兵はこのアコルドにはいないの。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら？よし、前向きな姿勢を見せる。とりあえずやれるだけやる。これは取引よ。考えが甘ければこちらの対応もそれなり。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。黙る。分かってるでしょ。
首相が守るべきは決まってるわ。承諾する。わかった、首相として市民を守れ。父親に似てるわね。意味を尋ねる。あ、どういう意味だ。さといのか鈍いのかわからない男ね。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。うまく動いてくれると期待してる。こちらもそれに応えるわ。ああ、よし、それなりに認めてもらえたようです。他の選択肢にもよりきりだな。クエストコンプリート。全てを否定する選択肢を選んだらどうなった？それも気になる。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。ゴンドラ。召喚の儀式の日ってことはルーナと会える。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、分かった。イドラだっけな、帝国のあのボス、狩猟的な人。あの人はもともと前線に帰してたけど、なんか30年前ぐらいの戦争でおかしくなったってロード画面では書いてあったな。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことを忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。会場には着いた。
ああ。作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。さあ、人がたくさんいるぞ。すげえ人。こんなに集まってんのか。守ることを最優先だけど。まあ、午前10時。これ前に行けない。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。ありがとうございます。こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。これはカンナギの儀式、神々を眠りから呼び覚ますために行われるもの。古い言葉で受刑とも呼ばれる。我が名はルナ・フレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ、王に聖石の力を迎えるため、どうか受刑を。はい。ノクト、
難は順調だ。終わったらそっちに行くぜ。帝国軍が水陣を取り囲んでいる。急げ。今向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水陣を守ってやらなきゃね。よし、戦闘だ。帝国軍籍4隻どころの話じゃないと思うんだけど。でこれが新しく手に入れた手裏剣のような武器。体力の減りはすごい。高台を目指す。あー、いるいるいる。絶対4隻じゃねえぞこれ。シフト。まだ来てる。シフト。おー、リヴァイアさん。成績に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。通じた。ノクト、フロームズが先にそっちに向かっている。あ、お前らは下で待機する。あれは二人しか乗れない。飛び降りて。おお、波が。いいから早く飛び降りるだよ。うわっ、どこだ。帝国軍の武器を借りた。これで水陣に近づこう。事故。うわっ、来た。ガード。よし、ガード。よし、目元にいる。挑発する。うわ、してしたいけど啓示を求める。あんたの力がいるんだ。吹っ飛ばされた。水陣を倒す。よし、じゃあ
霧はものすごく悪いけど、時間がいいところ来てるので今回ここまでにしよう。ルナがもう受けを始めて、水神はちょっとタイタンやラムのように、まあタイタンも簡単ではなかったけど、簡単のように一筋縄にはいかないらしいので、次回倒すといった感じで、じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。